アベル・リチャード・キビアットはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の陸上競技選手。1912年ストックホルムオリンピックの金メダリストである。キビアットは第一次世界大戦前を代表する中距離ランナーであった。一時期、室内の600ヤード、1000ヤード、1マイルの3種目の世界記録を同時に保有しており、これは 史上彼一人しか達成していない記録である。キビアットは、ストックホルムオリンピックの1500メートルの出場選手を決める選考会の1マイル走で、1500メートルを3分55秒8ので通過し、世界新記録を達成。1マイルでも4分15秒6の世界新記録をマークした。オリンピックの決勝では、同じアメリカのノーマンテーバーとともに、 戦闘争いを行う展開となる。最後の直線、テーバーがキビアットを抜こうとするが、イギリスのアーノルド・ジャクソンが二人を追い抜いて行き、ジャクソンが金メダル。キビアットとテーバーは写真判定の末、キビアットは銀メダルを獲得した。キビアットは第一次世界大戦では西部戦線に従軍。除隊後は1925年まで競技を続けた。 ありがとうございます。